Guys, kemarin kan kita gagal ya mau belah durian. Hari ini kita mau ke ini lagi, mau makan durian. Asik, lu. Lu gimana sih? Ternyata temen gua, guys. Walah. Lu iseng banget sih nge-grab. Ini temen gua, temen SMA gua ini. Lagi libur. Honton atau Muracina sih? Gak nyangka ini. Honton nih guze. Oh, honton. Benar-benar gak nyangka. Lagi liburan di sini. Iya, lagi liburan nih, mau makan durian. Makanya ke kebun buah. Kemarin ke situ gagal enggak jadi. Soalnya belum barangnya belum mateng katanya. Kalau mau ke sana pas truknya datang, mantap itu. Kemarin sih katanya, kemarin sore. Cuman enggak sempet kemarin. Benar-benar kaget loh. Padahal tadi ada satu di cancel sama dia karena udah kelewat dia. Berikutnya lu. Tapi lu enggak ngeliat kan akun gua kan? Enggak nyangka kan maksudnya. Oh, kaget gua guys, serius ini. Masa temen SMA gua nyopirin gua kan enggak enak banget ya. Sini biar gua yang sopirin deh. Pas ketemu, udah punya mobil. Ya gua masih jalan kaki guys ini. Okay, gua naik Grab. Kalau gua punya mobil gua nge-Grab juga. Suka merendah sih, Bos. Ngilangin waktu aja biar gak stres gitu. Oh, tapi gak apa-apa, yang paling penting itu ya inilah namanya jodoh ini. Ini juga bagian dari rezeki kan, bisa ketemu, ngobrol. Lu udah anak berapa? Dua. Mau nambah kapan? Ya, sedikasihnya. Ah, sedikasihnya. Dan kalau gua gak salah ya, nama lu Fabian. Ah, lu lihat gua udah tua tapi gua masih ingat teman-teman. Gua bukan makan durian yang seneng ini, ketemu Fabian yang seneng. Aduh, nggak nyangka serius bisa begitu ya, luar biasa. Habis ini baru kita makan ini. Lu mau makan dulu nggak? Nggak usah langsung. Ya udah, ntar kapan-kapan. Ya nggak usah, biar gampang aja. Ha, gua tinggal jalan. Iya. Oh, mantep juga ini, asik. Makasih ya, semangat ya. Moga-moga kita ketemu lagi. Gua mau makan durian dulu. Makasih. Sukses ya. Ya, sukses ya. Thank you. Nggak nyangka guys ketemu teman SMA. Aduh, durian. Wah, itu suge. そうそう、 昨日入ってきたやつだから。そうそう。 選んでもらおうか。あ、選んでもらおう。おい、かやる。あ、やっぱり昨日よりなんかいい匂いする。いいでしょ。匂いがやっぱり熟した匂いがしてる。どれんば。ボロンば。いや、 baru turun kemarin. Sering apa ya sini, Pak? Sering. Oh, berarti ini doyan durian. お店の人に選んでもらったらいいの。そっちの方がいいね。あんまり分かんないから。お。そう。熟してすごく甘いやつ。なんか探してくれてるんだよ。この人お店の人？いや、違う。逆です。逆です。こんな感じだよ、ドリアン。ドリアン地獄。うまそうだよ、これ。どれを選ぼうか。 美味しいもの。どこにいるの？あ、来た。甘みも？甘みもちょうどぐらい。3.5キロかな？3.5キロするの。うん。ここでさばいてくれの。そう。まだ出たね。うわ、これ今。これだって。これ、覚えててよ。他の人に取られないように。あ、です、てみ。そうだね。 お、柔らかい。そう。どう、ちょうどぐらい。お。うん。いいに、いいに、いいに。ちょうどいい柔らかさ。てててててて。次にが。おお。でかい。顔と同じぐらいの大きさ。やば。この丸いのを初めてだ。てて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 。おお。あ、サギと。 これはこっちの方がちょっと、北のものなんで、あれはちょうどグレーですね。皮が薄くて、皮が薄くて、パッと、パッとクオリティやって、ビス番号がいっぱいあるんですね。曲がってね、曲がってね、ブラティングシートでやっぱりやん。結構あるね。おお、あるある。フランスにもあるドピーマン。オッケー。もうドピーマン。ドピーマン。あ、ここ。 あっち座るんだって。すごい用意してる。手袋。あ、手袋履いてから開けるのはちょっとね。あ、そう。破れるんじゃない？
いや、開けるよ。この上、開け方がよく開いてる。開け方がよく。ポーンとピネ。うーん。見てこれ。え、ボカナギあー、けど、あ、こんなの。川ね。川は。あ、ちゃったちゃった。次はね、ここ行くわ。あ、こっち行きます。痛いんだよね。あー、いいね、いいね。これやらない。あ、オッケーオッケーオッケー。あライブに熟していいね。見てこれ。ああドリアンで。あ、中にタレが。あ、うん。うん。うん。あ、うん。熟してる。えな。えな。うん。やらか。高級フルーツやっぱり。うん。こんな感じか。うんうん。満足。初めてのルレンちゃうか。あ、そうだね。はい、どうぞ。うん。癖があるけど、ルレンちゃう。そうね、癖があるけど、バナナに。バナナじゃないけど、どうかな。まあ違うな。ミルクっぽい味もする。ミルキーね。初め一口食べた時はなんかちょっと癖があるかなと思ったけど、だんだんなんかクリーミーとかシュークリームの中に入ってるクリームみたいな感じにも感じる。やりがい。ビジネスも好きでゲネがすごい満足感。日本人みんな好きではないからね。まだありますよ。完食まで。ほら、色はカスタードクリームみたいな。もうネギはまたねパシやちょうどかな。うん、たまに買った風景は合うからね。ああ、柔らかそう。ほんと柔らかい。ちょっと食べやすい。硬い方だとそんなに甘くはないから、うん、あと食感変わると全然味が変わる。微妙だね、うん、でもうちょっとこれよりあの熟すとまたちょっと、うん、ちょっと違って熟してても、うん、味あんまり変わらない。あ、変わらない、うん、硬いのだけはちょっとだね。そういうのは、うん、本当にちょうど食べれるときは、火、うん、から落ちてくるんですよ。ああ、なるほど。熟って。早めに取ってしまったら、うん、甘さがちょっと違う。水っぽい。これでちょうどぐらいじゃん。持ちやすいし。うん、いや、柔らかさと甘さはこれが一番ベストだね。なんか初めて口に入れてたら、うん、どう思う？何を思ってたの？臭い？うん、何これ？うんうん、もうちょっと癖が強いのかなと思って、うん、日本の食べ物より。あ、うん、ドリアンなんか初めよく聞くやん、うん、あのなんかちょっと癖がありそうな、うん、でもそのもんではないですか。うん、そのもんじゃないね、うん、なんかマイルドで。じゃあもっとどんどん食べてください。まあ甘いかその抜けみたく食べれないけどね。まあそう、あー、これちょうどグレーめっちゃ甘いと思いますよ。それめっちゃ甘いと思う。そう熟したやつ。うん、うまい。お腹いっぱいわ。お腹いっぱいや。昼ご飯食べれないわ。これが昼ご飯だね。すごいわ、これすごいわ、とろとろ。これなら、ケーキの上に置いてもクリームの代わりにこれ上に置いてもすぐ飽きちゃいますね。ああ、そうか。これで十分クリーミーだから、さらにクリーミーな感じだから、うん、ああ、うまい。あ、これお腹いっぱい。フラッと昼ご飯だね。私も食べきれないですよ。3.5 キロ超えやと。もっと小さいのでよかったね。いや、満足まで食べないと。ちょっとだけ足りなかったら、ちょっとだけ買えないからね。うん、このぐらいだと日本は確かに7500円とか。これさっきは2000円。うん。手気をつけてよ。うん。で、さーて、いきますよ。うん。おお。起きる。起
トイレ。あ、まだ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 。ああ、まだまだ。もう小さいのに。小さいやつ。お腹いっぱいだ。それちょうど満足ぐらいだったから。大丈夫、満足。エンジンの満足だよ。私、ま、大満足。そんなことないでしょ。パパ食べる量の方が多いでしょ。いやいやいや、うん。いないですね。浅いのでこれだけ量だったら、もうまた食べられないわ。うん、ちょうど新しいやつ入ってきたから、うん、ちょうどでしょ、これ。うん、もうこれぐらいです。何がこのぐらいで、まだ食べてるんじゃないですか。一生ぐらいですよ、量が。一生だけど、お腹に入ってるぐらいぐらいですよ。私もパンパンですよ。うん、私もパンパン、うん。もう満足だ、大満足。うん、あ、やば。エディ、ドリアンドリアンって言ったから、絶対たこ焼き食べるんですよ。大満足でしょ。私、うん、だから私もパパも連れてくるんで、こう開けるのが楽しいんですよ、うん、昔よくやってたからね、ここ開ける、うん、ただ昔は本当に丸ごとで買ってて、家でこう包丁で切って、うん、切ってて、さっき見たようにこう開けるんだ、うん、意外と大変でしたよ。これぐらいの大きさが買ってたの、うん、より大きいやつ、いや、いくらだけ、お母さんも好きだから、5個とか、そう、昔ね、本当に昔、子供何歳だろうな、多分7歳とかの時にトラックで買ったんですよ。後ろの倉庫でパンパン、1ヶ月毎日それ食べたんですよ。倉庫に置いてて作ったの。もうできたやつから食べていくのが、ドリアもこれで満足でしょ。もうちょっと無理やりで入れてた最後の口かもしれないけど、まあ、それが満足っていうのは大事なんですよ。大満足、うん、udah habis selesai makan puas ini baru mantul。もういらないですか、持ち帰りは。いりますいらん。いらない。あ、だいぶもう食べた。もうここにもらってこないですよ。いいですか。すごい量堪能しました。いいね、うん、あれマンゴスチンってわかります。あれマンゴスチン、はあ、それ、はあ、じゃあそうかね社長、これ盗んじゃダメですよ。はい、ガイス、kita jalan dulu。 muring bangetよし、満足でした。